それでは講義を始めます。よろしくお願いします。このゲームは魔術学校の落ちこぼれマリーを5年で卒業させるために、ただひたすら調合に励み続けるゲームではありません。マリーと冒険に出るもよし、無期限モードでのんびり楽しむもよし、自分に合った遊び方を学んでいきましょう。まずは探索好きのあなた、はい、森で材料を採取してみましょう。わかりました。これかな。いや、取れた。さあ工房に戻って調合よ。よし、中和剤を作ろう。成功するかな。おお、やった。次は何を作ろうかな。調合の沼にはまったわね。次は戦闘が好きなあなた、はい、早速戦ってみましょう。任せてください。とりゃあれ、弱い。あ、眠った。やられた。くそ、マリーの敵。やるわね。じゃあこれはどうかしら。ドラゴン修行してから出直してきます。最後に物語が好きなあなた、はい、本作には個性豊かなキャラクターが登場するわ。女の子可愛くていい子そう。メガネのやつは意地悪そう。彼女はマリーの親友シア、友達思いの優しい子よ。私の病気が。あれ、シア大丈夫？クライスは成績優秀な生徒なんだけど、性格に一癖あるわ。助かりました。え、なんて顔するのよ。キュンとしちゃうじゃない。他にも明るく元気な冒険者ルーウェンやクールな盗賊団の棟梁シュワルベンなど、10人以上のキャラクターが登場するわ。交流していくと意外な一面が見られるわよ。もう全員と仲良くなりたい。マリーのアトリエはとにかく自由。あなたの遊び方次第で物語の結末も変わります。こんにちは。魔王を倒して世界を救うだけが RPG じゃないのよ。なるほど。楽しみ方は自分たちで決めていいってことですね。その通り。これで遊び方は完璧ね。世界を救うのはもうやめた。自由気ままなスローライフ RPG。